旧世主権社会制度本校は、ベラルーシ、ポラツクにある、旧世主権社会制度を扱う。この旧世主権社会制度は、旧世主制部フロシニア修道院にある。本流は12世紀で、修道院内で現存する建物の中では、最も古く、ベラルーシ全域においても、唯一、12世紀当時の完全な姿を保っている、制度である。 宗教弾圧政策をとっていたソビエト連邦によって、修道院は1925年に閉鎖されたが、第二次世界大戦中の1943年に復興が許可された。しかし1960年に修道院が再び政府により閉鎖されて、以降は旧聖主権社会制度は地域の教会として使用された。1980年代には制度を、 博物館化する動きもあったが、信徒たちの誓願があり実行されなかった。1989年、ロシア正教会聖師のどのもとに、聖堂の管理が移った。1991年8月には、旧正主権社会聖堂で活動していた教会が、同じく、ポラツクにある神現代聖堂に拠点を移した。1990年代初頭から、 聖堂内のフレスコ外婚の修復が行われている。女子修道院。聖エブフロシニアが救世主であるという意味ではない。救世主たるイースハリストスと聖エブフロシニアの両方を記憶する名称。救世主を重ねているわけではないが、イタリ生三者とラドネジの聖セ,セルギーを重ねて記憶する修道院名の例として、 イタリ製産者製セルギー大修道院が挙げられる。ソ連崩壊前、すでにペレストロイカ以降、宗教打圧政策は緩和されていた。ありがとうございます。